ミュンヘンスタディオンよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第13節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。戦が始まります。シュートエクセレントゴー、見事先制点を獲得しました。さあもう一度見てみましょう。危険なタックル、キーパーが指示を出しています。ゴールマウスに嫌われた。カットできるのか。守りきった。これはチャンスだ。逆サイドを使う。これはゴールキック。外してしまった。これは決めなければいけない。ヘッドパス、前が空いた。危険なタックル。このフリーキックはどうご覧になりますか。狙ってくるかもしれませんね。頭でつないで、シュート。
外してしまった。これは決めなければいけない。ヘッドでつなぐ。オフサイドを取りに行った。前半あと10分です。ここで確実に得点を奪います。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。彼は本当に視野が広いですね。シュート、シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。ヘッド、ドリブル、スローインです。中に絞ってきた。さあどちらがボールを支配するのか、気をつけなければいけません。主審ファールを取りました。これはイエローカードを取られました。冷静にプレーしてほしいですね。キーパーの指示が伝わっていないのか。キーパー正面。おっと、前半終了の笛です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。さあ後半戦キックオフです。これは危ない。高く上げた。見たか、ゴール。得点は3対0。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。この選手のポジショニングは本当に素晴らしいですね。
です。ボールが宙をさまよう。さあどちらがボールを支配するのか。ドリブルで上がる。これは危険だ。オフサイドの網にはかからない。ファールできた。キックミスでしょう。おっと奪った。スローインです。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。チャンスボールになるか。オフサイドはない。横にそれてしまった。前が空いた。華麗なパスワーク。ハットトリックを決めました。天才のエスプリオ、まざまざ。ここでシュゴール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 。アンビリバブルゴール。得点は4対1。さあもう一度見てみましょう。これはコーナーキック。これは決めてほしかった。さあチャンス到来。これをプッシュ。キーパーに弾かれた。華麗なドリブル。スローイン。チャンス。中へ放り込む。シュート、入った。ゴール。ブリリアントゴール。得点は5対1。さあもう一度見てみましょう。しなやかなボールタッチ。
オフサイドを取られました。ここで試合終了のホイッスル、圧倒的な強さを見せつけました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。そうですね、3点目以降集中力が切れてしまったようですね。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。